このプロジェクトページをご覧の皆様、こんにちは。ミルクサブのバンブーです。我々は、スタジオ696という、ブランドで日本でアパレルの展開をしておりましてですね、今回、この海外のクラウドファンディングを用いてなんと、武者パーカーというものを作りまして、こちらの方を、世界各地に向かって、発信していきたいと思っております。どうぞ、よろしくお願いいたします。この武者パーカーというのはですね、数年前にネットでですね、西洋甲冑のパーカーというのが出ててですね、でそれをまあ見た時に、日本の、鎧武者の、パーカーが欲しいなと思ったんですけども、同じようなのがなかったんですよね。でないなら作ってしまおうということで、2年の歳月をかけてですね、こちらの、武者パーカーが、完成したわけです。普段着れるもの、そして選択しやすいもの、そして武者になれること、この3つを重要視してですね、制作しました。西洋甲冑のパーカーがだいたい400ドルから500ドルぐらいだったんですね。それを下回って、なんとか頑張って作れないかなと思いまして、で布地の方も、普通のパーカーのですね、普通のアパレルの、ほぼ約2着分の布を使ってまして、防寒性防弾性ともにですね、上げております。本当にその、中 T シャツ1枚でも全然、冬でもあったかいというですね、そこら辺が売りになっております。そして、サバイバルゲームなんかやる人にはですね、非常に好評を得てまして、防弾性能も、BB 弾ですけれども、防弾性能も高いということで、非常にそのアクティブに着こなして遊べるような服になっております。カラーリングがですね、3色今回ご用意しております。色はですね、赤、白、黒の3色です。ちょっとスターウォーズカラーっぽいんですけれども、男性が黒と赤、女性が白と赤が、似合うんじゃないかなと思っております。実際の鎧甲冑のですね、形状を克明にちょっとトレースしておりましてですね、きちんと鉄鋼の部分だったりですね、鎧兜の部分だったりをですね、きちんと作っております。非常に温かく、そして簡素に、すぐに、武者になれるというところがですね、この武者パーカー最大のポイントでございます。今ニューヨークで、やっているジャパンコンベンションにですね、出展しまして、いろんな方にですね来ていただいてて、本当に好評というか、なんじゃこりゃというね、感想をいただいておりますけども、この感想はですね、僕らはクールジャパンではなくクルージャパンとして、クレイジージャパンとしてですね、世の中に発信していけたらなと思っております。というわけで、こちらの武者パーカーでございますけれども、パーティーに行ったりとかですね、友達と会うとき、ご飯を食べるとき、いろんなね、スノーボード、スキー、サバイバルゲーム、いろいろたくさんのシチュエーションで大活躍すること間違いなしですので、ぜひこの武者パーカー、皆さんにご支援いただいてですね、世界各国の皆様にこの武者パーカーを着ていただいて、素敵な、武者ライフを送っていただければなと思っております。3年ビーグビー武者先生。あなたもこれを着て一緒に侍になりましょう。ご視聴ありがとうございました。